皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。参戦を狙う女帝が本腰を入れ始めた東京都知事選、7日投開票は最終盤に入った。現職の小池百合子知事、71、連邦前参院議員、56、の後大前広島県秋田方市長の石丸真嗣氏、41、は2位浮上を目指して必死だ。分刻みの外戦を連日こなし、 陣営を中心に SNS を駆使した空中戦を大展開。聴衆に囲まれる石丸氏の写真を連投するなど、勝ち馬に乗りたがるバンドワゴン効果の演出に躍起だが、地元の広島からは、アンナー押し上げちゃいけんという声が上がっている。石丸真二候補に大逆風、同う喝、訴訟で2連敗、都知事選後の国政進出シナリオも狂いが。石丸氏は5日、 文京シビックホールで決起集会、無料、を開く予定だ。4日夜に講演会の公式 X、旧 Twitter、が先着順で募った参加予約は、開始およそ3時間で終了。会場の大ホールの定員より少ない1400人に絞っているとはいえ、ほんまかいなのスピード満席だ。女帝もアングリの独裁手法、石丸氏は対話ができない。 市長時代は議会との対立を劇場型エンターテインメントと公言し、異論には耳を傾けず、反発するベテラン議員に激しい口調で詰め寄る場面などを YouTube で流して絵に入っていた。石丸市政の混乱を検証した地元市に対しても横暴で、市長会見は記者クラブ主催にもかかわらず、質問を拒否。会見は宣伝広報の場と化してしまった。 正当性を押し通すためには手段を選ばない。アンナー知事に押し上げちゃいけん、地元メディア関係者。女帝もアングリの独裁手法。小池知事もお抱えメディア以外の取材を極力排除するものの、質問者を事前に選別するなど、露骨にならないよう適度に差配をしている。訴訟4連敗もむべなるかな。石丸氏は、恫喝されたと X で晒した死にとのほか、 市長選のポスター制作費の一部未払いをめぐっても広島高裁で敗訴訴訟への功を削ぐためバイトを雇って切り抜き動画を拡散し石丸人気を演出した疑惑もくすぶっている余波は思わぬところに飛び火広島ホームテレビが制作したドキュメンタリーの劇場版 シャープつぶやき市長と議会の掟を上映している県内の劇場に選挙中になぜやるのかと抗議が寄せられているという5月末の公開9日前に石丸氏が出馬表明したためとばっちりなのだが劇場側は答えられる者がいないと困惑した様子だった選挙は最後の3日でどんでん返しが起こりえる投票先は見極めたい XQTwitter では ハッシュタグ石丸新二が連日トレンド入りする注目度の高さ。この展開ににんまりなのが、切っても切れない間柄のドトールコーヒーだ。関連記事、もっと読む、では、石丸氏の講演会長に就いたドトール創業者の鳥羽博道名誉会長について詳しく報じている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。